ミクルさんにフィジカルトレーナーとしてお願いされたりありますか？また竹井さんから見るフィジカル部分でミクルさんに足りないところは何だと思いますか？どうでミクル君？基本身体能力がすごく高いし、筋力もあるし、だけど、その持ってる筋力を 100% そのエネルギーに変換するっていう技術はまだある程度改善の余地がかなりあるから、まあ、例えば俺より筋力強いだろうけど、俺より多分足遅いし、俺よりジャンプ力ないし、俺より筋力確実にあるのに、俺より運動、あの格闘技じゃない、ただの運動、ボール投げるとか、そういうものを動かす技術みたいなものっていうのは、多分俺より劣ってると思うから、だからそのあたりをもっとうまくすれば、今よりもパンチも強くなる、キックも強くなる、わかんないけど、自分の体を移動させるのも速くなる、みたいな能力は確実に上がるとは思うので、そういったところじゃないかな。エネルギーを目的とする動作に100動員するっていう技術っていうのが、俺のトレーニングっていうか、俺の能力の一番高いところだから、俺はそんなに時間があんまり長くトレーニングしなくても出力を上げられる特性があるから、十種競技みたいな競技ですぐ日本チャンピオンになったりするわけで、俺はそうだね。だから筋力をただただ強くしていって、あんまり使えてないっていうよりも、そうだね。もう本当に100あるものを100その動作につぎ込める技術が高いので、その辺は多分コラボしたら面白いかなと思う。